怪我をしたりしてしまったりしても、まあ、あんま気づかない。最悪な場合は治療してもうまくいかなければ、まあ、切断。皆さんこんにちは、メディカルドキュメントチャンネル MC の佐藤彩です。今回のテーマは糖尿病の知られざる恐怖の真実について、日本糖尿病学会専門医の渥美義浩先生に相談していきたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。私自身もですね、10年ほど糖尿病の専門医としてさまざまな患者さんを見させていただいてきて、まあ、糖尿病がそもそもどんな病気なのか、糖尿病にかかるとですねどんな姿になってしまうのか知らない方非常に多いですね。今回はそんな糖尿病の知られざる真実について、まあ、しっかりとお話ししていきたいと思います。糖尿病の基礎知識についてはこちらの動画で紹介しているのでぜひご覧ください。糖尿病が怖い病気だって言われている理由は何なんですか？ね、糖尿病が怖い理由は病気自体にあまり最初は症状はないですが、まあ、長く患っていくと合併症というのが出てきて、まあ、それが非常に怖いために糖尿病がまさに怖い病気とされているかなと思います。糖尿病をきっかけにいろんな病気に発展していくっていう、そうですね。具体的にはどんな病気があるんですか？合併症で有名なのは6つあるんですけれど、3つの括りがしめじって言いまして、神経、糖尿病神経障害で、しめじの目が糖尿病網膜症、しめじの G が糖尿病腎症といって、この3つのがしめじとしてよく言われます。しめじって可愛いけど、なんか全然可愛くないですね、中身が。そうですね、ちょっと怖いですね。それぞれどういう病気になるんですか？そうですね、しめじの C が、糖尿病神経障害で、長く糖尿病を患って大体3から5年ぐらいで、例えば端々ですね、こう手の先とか足の指先とかがしびれたり、あんまりなんか感じなくなってきたりとかっていうことがあったりして、血糖値が高いことでダメージを受けてそういう症状が出てきたりします。このことがですね、進んでいくと本当に痛みとかを感じなくなってくるので、怪我をしたりしてしまったりしても、あんま気づかない。でそこがこう化膿しちゃったりして腫れ上がっても気づかず、最悪な場合は治療してもうまくいかなければ、切断、いわゆる足の指だったり足だったり手だったりを切断しなきゃいけないような状況になるよっていうのが、非常に怖い病気ですね。初めからめちゃくちゃ怖いですね。そうですね。はい。しめじの目は糖尿病網膜症と言いまして、目の奥の方は細い血管が非常に多くあるんですけれど、高血糖でダメージを受けてしまうと少しこの目の血管から出血したりをして網膜剥離っていって大ごとになったりして、場合によっては失明に至ったりします。日本でもまだ糖尿病網膜症は目が見えなくなっちゃう人の原因の2位にはなってはいるので、非常に怖い。3つ目のしめじの G は腎臓ですね。ここの腎臓も血管の塊みたいな、すごく血流が豊富な臓器で、そこに高血糖でダメージが出ると、だんだん腎臓の機能が悪くなります。自分の汚いものを出しておしっこを作るんですが、それができなくなるので、汚いものが溜まってしまっておしっこが出なくなって、でそれをじゃあ補うためにどうするかっていうと、血液透析って言って、週に3回ほど、だいたい 3、4 時間ほど透析を受けて、過ごすみたいな生活を強いられてしまう場合があるので、これもやっぱり怖いですね。透析になる理由としてもやはり糖尿病は今一番多いので、やっぱり侮れない病気ですね。血管が通ってるところは危ないよってことだと思うんですけど、ほとんど通ってますもんね。そうですね。なので本当全身に影響が出ますし、残りの3つを教えてもらってもいいですか？はい、残りの3つもまたキノコで、エノキっていうんですけれど、エですね、エはエソです。ノが脳梗塞で、キは虚血性心疾患、いわゆる急性心筋梗塞とか狭心症みたいなやつですね。しめじに比べると全部大きな脳だったり心臓だったり体の太い血管がダメージを受けた場合に起こる病気になりますので、エソは体のどこかが血液が通らなくなってエソしてしまったり、脳梗塞は脳の血管が下がってしまって脳梗塞ですね。虚血性心疾患は心臓の血管が下がって痛くなったりとかですね、急に心臓に大きなダメージが出たりとかっていう形で、非常にどれも怖いものになってます。本当に命を落としかねないものばっかりですよね。そうですね、まさにこれらは本当に命に関わるものです。
ね。足の切断って結構怖いんですけど、急に切断になるのか、結構期間がかかるのか、どうなんですか。糖尿病になってから3年から5年ぐらいで発症すると言われますが、まあ、それだけではあの足を、ね、切断するようなことにはなることは多くはなくて、血管がより脆くなったりして、こうバイ菌の感染に弱くなったり、あとやっぱ血流が悪いから治す力が弱くなったりとかっていうことを経るので、まあ、それなりに非常に長い期間糖尿病とお付き合いしている人がなることが多いです。例えば何か、糖尿病神経症があったり、糖尿病を患って血管にダメージがある方が何かきっかけがあって足を怪我したりしてしまって、その処置を誤ったりしてしまいますと、最初は傷とかをきっかけに、まあ、そういう切断とかになったりすることはあるので、まあ、そういう糖尿病の方はですね、そういう傷とかの処置とかっていうのはすごく注意深くやる必要があります。糖尿病だって自分が分かってる人とかも怪我とかにはすごく注意しながら生活するっていうことですか。そうですね、もう足とかの怪我とかですね、どんなちっちゃいものでも注意していただきたいですね。処置を正確にやれば問題はない。そうですね、小さいうちにちゃんと対処すれば、はい、問題ないことが多いです。他にも何か症状とかありますか。神経障害の症状ですと、例えば便秘だったりとか非常に悪くなったりとかですね、あとは男性の場合は勃起障害が出たりとかですね、あといわゆるこう立ちくらみとかみたいなのをひどく起こしてしまったりとかっていうこともあったりしますし、まあ、例えば目とかですね、眼球とか、まあ、お顔の筋肉の動きとかが、まあ、ちょっと、うまくいかなくなったりなんていうこともあったりするので、本当に幅広い症状が出ますね。本当にいろんな症状があるんですね、はい。先生が先ほどおっしゃられた、まあ、合併症ってみんながみんななるものではないと思うんですけれども、どれぐらいの方がなるものなんでしょうか。糖尿病にかかってる期間が長くなればなるほど起こってくるので、だいたいね、しめじの実は順番で起こるんですけれど、神経障害がだいたい3年から5年ぐらいで、網膜症が7年ぐらいで、10年目ぐらいで糖尿病腎症が起こってくるとされていて、もちろんそれぞれ始まってからまた悪く進んでいくまではまた年数かかったりとかは人それぞれなんですけれども、だいたいこれぐらいの時間をかけて患ってくる感じになりますね。期間空くんですね。もちろん糖尿病って見つかった段階でもう重症な方もいたりしますので、そこはまあ個人によって差はあります。ちなみに糖尿病予備軍っていうのは何なんですか。例えば血糖値とかヘモグロビン A1C が、まあ、糖尿病の患者さんほど高くはないけれど、まあ、じゃあ正常値かというと正常値ではないみたいな、糖尿病にこう一歩手前な状態のことを言いますね。具体的に予備軍って言われる可能性になる病気ってありますか。いわゆる体格がいい方とか不摂生をされている方とかっていうのもあったりはしますが、まあ、意外に注意した方がいいというのは、例えば女性の場合妊娠してその期間糖尿病に、なってしまう方もいるんですけれども、まあ、そういった方々がですね、例えば、出産後、なかなかこ うまく通院ができなかったりして、妊娠糖尿病を患った方っていうのは将来糖尿病になりやすい。なので、まあ、どこかでね、ずっと血液検査とか続けてほしいんですけれど、まあ、それがうまくできないことがあるので、まあ、そういった形でこういった方々のフォローアップが見逃されちゃうと、まあ、糖尿病に進展しちゃう場合があったりしますね。妊娠糖尿病って、まあ、出産したら一回治ったみたいな感覚がやっぱり皆さんあるかなと思うんですけど、その後もちょっと注意が必要ということですね。そうですね、一旦ほとんどの方は治るんですけれども、中にはその、ね、何年後かもしくは何十年後かに発症する方がいて、子育てとかでお忙しくしてると健康診断とか行けないですから、その間に見逃されてしまって重たくなってから見つかる方もいたりして、まあ、ぜひ気をつけていただきたいポイントですね。お勤めしている方はやっぱりだから会社の健康診断とかは欠かさず受けていただきたいですね。今回の先生のお話で、なんで糖尿病がそんなに怖い病気かって言われてるのかをもう本当に理解できました。ありがとうございます。他にも糖尿病についての動画を概要欄の方にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。動画を見ていただきありがとうございます。これからも皆さんにとって有意義な動画投稿を頑張りますので、チャンネル登録と高評価で応援をお願いいたします。お医者さんに直接聞いてみたい質問やお悩みなどありましたら、コメント欄へお願いします。